みんなすごいその先輩たちと初対面するときってめちゃくちゃ緊張してるの。3期生もそうだったんですけど、まあ、私たちもそうだったし、だからなんかもうどこに視点を置いてたらいいか分かんなくなかった。分かんなかったです、うん、私レナさんの顔しか覚えてないレナさんがなんかそうです、山崎レナさん、山崎レナさんがなんか、うん、すごい一番前で、うん、なんか微笑んでて菩薩だったそうなんです。その時に あ山崎レナさんだって思ったけど、うん、他の方を見れなくてもう、うん、緊張しすぎたのか、うん、自分が何言ったかも覚えてないし、うん、1時間ぐらい待ったんですね。なんかその先輩と会うから準備しといてって言って、うん、私たちもなんか1時間ぐらい、うん、やばい、もう何て言えばいいかわからないみたいな感じだったんですけど、うん。